赤かにおります。今日はですね、こちらの食材を使って魔法の料理を作りたいと思います。こちらの料理をですね、宿でみんなに提供したところ、めちゃくちゃ美味しいと評判いただきまして、まあ、名付けて反則カプレーゼ、こちらを1分で解説したいと思います。それでは行ってみよう。高倉屋ではトマトをいい感じで切ります。4つに、まあ、こういう感じでね、モッツァレラチーズ置く感じです、はい、こんな感じで並べてしまいます。この新鮮なねバジルを入れていきます。はい、どうも青空クッキングなんで雨が降ってきちゃったんですけど、次はこちらの塩ソルトですね。これぐらいです。こちらの塩をこんな感じでこうセクシーにこういう風にやります。やるとちょっと野菜ですとか食材から水分が出ます。そして次にこちらのオリーブオイルですね。こちらこの高さから高さを生かしてこのようにかけていきます。ブラックペッパーですね、これもセクシーに、そして大胆に、はい、出来上がりました。こちら甘水入りカプレーゼ、はい、こちらを提供したいと思います。それでは皆さんもカプレーゼ挑戦してみてください。バイ。ニュージーランドでおすすめのオリーブオイルはこちら。一番最安値ではないんですけれども、一番これが美味しい、バランスが取れてる。